皆さんお疲れ、サントリーハイボーズです。今回はこちらですね、ビアボールでございます。アルコール 16% ですが、自分で割っていきますので、好きな濃さでね、作ることができます。再栓用キャップ、あと炭酸水も1本無料でもらえたので、皆さんももしね、買われるときはそうされるといいんではないかなと思います。なんでしょうね、瓶用のキャップみたいなものがね、ついてきました。さあ、作り方ですが、炭酸水で割って美味しいビールとありますが、まずですね、美味しい作り方、氷をぎっしりと入れます。キンキンに冷えた炭酸水、ビアボールをそーっと注いで、おすすめは炭酸水3に本製品1ということですね。軽く混ぜて完成ということなので、炭酸水が先なんですね。ハイボールとは逆ですよね。ちょっとやってみましょう。ではビアボール開栓いたします。お、忘れてました、レッツビアボール。はい、すぐ行きましょうか。おお、いいですね。ではまずストレートでいただいていきましょう。おお、泡が出ますね。ではまずストレートでいただきます。ストレートでもなんか甘くて美味しい。なんかそのまま濃いビール、甘いビールって言った方がいいのかな、砂糖が入ってるような。ごちそうさまでした。じゃあ次ですね、ロックでいってみましょう。ビアボールロック、どうでしょうね。こうやって飲まれてる方いらっしゃるんでしょうかね。ロックです。果たして美味しいんでしょうかね。ではビアボールロック、いただきます。砂糖を煮詰めたような、あの砂糖じゃない、ビールを煮詰めたような味がします。あんまり美味しくない。さあ、まあね、これは前置きとして、ストレートロックいただきましたので、それではビアボール作っていきましょうか。まずは炭酸水を入れるということなので、入れていきます。どうでしょう、これぐらいかな。3入れるのでね、まあ多分これぐらい入れればいいんじゃないでしょうか。おお、うん、見た目ビールっぽいですよ。軽く混ぜる、この辺はハイボールと同じような感じですね。ちょっと栓してみましょうか。これはこの瓶しか使えないんですね。これで保存も可能ということですね。それではビアボールいってみましょうか。乾杯坊主。アルコールの味がします。さっきの甘ったるいところにアルコール感が加わりますね。ただどうですか、シュワシュワ感もなければ、ビールのような爽快感もない。これはと絶句になってしまいましたね。まあ皆さんが言われるね、もう買わないかなっていうのはわからないでもない。ビールじゃない、なんか缶でこうプシュッと開けて飲んで半分ぐらい残るじゃないですか。それをなんか朝まで取っといたみたいな、そのビールを朝ちょっと飲んだみたいな。ごめんなさい、あんまり美味しくないです。ちょっと薄めてみましょうか。炭酸多め、もう少しね、こう爽快感みたいなものがあるといいと思うんですけどね。薄い方が美味しいかもしれません。あんまり濃いとちょっと炭酸感がないんで。でもこれ線があるってことはね、こちらにも炭酸があるので、どうですかね。はい、まあ、かなり賛否両論、むしろちょっともしかしたらね、残念な方が多いのかもしれませんが、これもね、すごく考えられて作られたものだと思いますので、美味しく飲んでいきましょう。薄い方がビールに近いですね、というレポートです。今回はヤボールロック、ストレート、ハイボールで、ハイボールじゃない、ビアボールとして飲んでみました。これからもハイボーズよろしくお願いします。それでは皆さん、この辺でさようなら。